おお、いっぱい来た。I am useless!やべに来た。ヤンチョアコレクトファン。なんか出たな。ちょっと。お、あれ外した。まずい。痛い。犬だから助かった。まずい。痛い。はい、どうもこんにちは。というわけでね、やっていきましょうか。週刊ゾンビでパート5かな、木のデア当店。というわけでね、今回からブラックオプスのゾンビモードをやっていきます。まあ今までのねやつはね、この4つ、ナハとフェアリット、シノ沼、デアリーゼはワールド島のマップだったんでね、今回からやっていくのはまあ BO のマップですね。木のデア当店、これがね、まあ、何度もやったんでね、もう一番慣れてるマップといっても過言ではないです。はい。なのでね、今回は、いつも30ラウンドまでってますけど、多分30ラウンド余裕っていうかね、まあいけそうなので、今回はいけるとこまで行ってみようという企画でね、まあ何時間かけてもいけるとこまで行ってみようという感じです。まあね、あれですよ。なんだっけ、まあ、とりあえずですね、行けるところまで行ってみます。30ラウンド以上行きますんで、それで始めていきましょうか。謎めいた劇場を舞台にゾンビと対決、第三帝国の最終計画に君はどこまで迫れるか。木のデア当店、始めましょう。なんか声が若干小さい気がするけどね。いやー、もうちょっとね、情けないことに風邪をひいてしまいましてですね、喉がちょっとね、痛いと、あと鼻水と、まあ、頭痛いんで、ね、いやー、本当にね、頭痛いと鼻水はどうにかなるんですけどね、声がね、出ないとね、やっぱりこういうゲームの実況を撮っていくにおいては、やっぱりちょっと不便ですね。だからちょっと咳込むところがあるかもしれませんけど、申し訳ないです。頑張っていきましょう。風にも負けず頑張っていきましょうか。雨にも負けず、雨は降らないけど、よし、久しぶりだな、懐かしいな。そうだ、マウス変えたんでね、ちょっと待って、まずピックリバイブ、もしもの時のための緊急処置。いや、マウス変えたんでね、ちょっとまだ慣れてないので、ちょっとそれもね鳴らしつつやっていきたいと思います。今までのねマウスからね、新しいレビュー出しましたけど、まあ、レーザーマンバン T に変えたんで、若干操作感覚が異なるのがね、まあ頑張っていきましょうか。まあ、週末なんでゆっくりやりましょうか。ダブルポイント、シュートマン。まあ例のごとく2ラウンドぐらいまではまあ暇してますけど、あ、しまった、やっちゃった。あー、最悪だ、頭打っちゃった。お、危ねえ、いきなり死ぬとこだった。ふい、
いやまあね、ブラックオプスで標準で入ってるマップだからね、結構皆さんもね、やったことあるっていう人多いんじゃないでしょうかね。このマップね、意外にシンプルに見えて結構ね、面白いんですよ。いろんななんか、仕組みとかあってね。もちろん改造もありますし。おう。ダメージ与えとこう。あと柵をね、修理してお小遣いを欲しいので、まあ、柵は壊す。危ない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 。はい、マックスアーモン。あと柵からね、ゾンビが出ないと、こういう、なんだっけ、マックスアーモンとか、あれが出ないので。おう。よいしょ。初期部屋でもね、結構ね、トレインできるんですよ。危ない。痛い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 。はい。一列一列。君たち一列並びな。一列。おい、あーまずい。痛い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 。やめんかやめんか。ふい。とりあえず小遣い稼ぎ程度に頑張るわ。とりあえずね、扉開けたら一気にね、MP14 あるところまで行きたいので。とりあえず修復して、ゾンビが出てきそうな感じになったら逃げる。よし。おわーすげえ。ちょっと待って、マウスが慣れてねえから、操作がおぼつかないぞ。よし、行こう。次まで開けれるかな。で、あれですね、MP14 を買って、まあしばらくは。これ。何気にここの MP14 万能武器ですよ。まあね、トンプソンがないのでね、今回は。今まで使ってきた。わわわ、来た来た来た。なるべく早めにジャガーノグが欲しいんですけどね。とりあえず1911の弾がね、全部なくなるまでは使いましょう。面白い感じ。 Gonna need some juice soon. よし、2匹。次は来た、めっちゃ来た。はい、君たち順番だよ。割り込みしちゃダメだよ。順番に切られてね。はい、オッケー。多分5ラウンドぐらいでワンチャン来ると思うので、まあ弾補給できるんでね。あまり一気に進めすぎるとね、また面倒さほどになるので、まあしばらくはポイント稼ぎ程度に、ちょっとここら辺でうろちょろしようか。こっち壊れてねえな。ボックスどこにあるんだろう。今までは固定だったんですけどね、初期の位置は。ランダムなんでね、今回は。ここ積みそうで怖えな。やべ、来た。はい。You keep coming, I'll keep killing.よし。上か。Damn, I'm out of juice. ワンちゃんのためにあれを残しとかないといけない。弾残しとかないといけない。ああ、まず痛い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 。危ねえ、死ぬとこあった。ああ、危ねえ、また4ラウンドとかで死ぬとこあった。危ねえ、本当に。なんか俺が低ラウンドで死ぬことが毎回のお約束みたいになってますけどね、そんなことはないですよ。今回はやりますよ。やるときはやるんで。ここか。 Sure, leave it up to me to kill them all. まだいる？どこ？ Hey, player, drop the chips and get me some ammo. 上かな。あ、いた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 。まだいる？おお。あ、ラストだこれ。
走り始めたらラストなんですね。Needs more ammo. さあ、ワンコが来るんじゃない多分。うわ、珍しい、ワンコね。もう先開けちゃおう、みんなして。Here's another one. ここ劇場開けて、電源オンにしようかな。でも電源オンにするとクローラー湧いてくるからな。まあ、ワンコが一回来るまではまあ電源入れなくていいかな。1945年ティミです。あ、やべ、取っちゃった。しまった、やらかした。取っちゃダメだったな、今のは。I need more ammo or we're going down. とっちゃダメだったな。ポイント稼げないといけない。なんで俺2個取ったんだ今。やばい、弾が切れてきた。次ワンちゃん来ないとまずい。とりあえず2500はね、貯めとかないといけないので。おお、ラストだ。やばいな、マウスの操作慣れてねえな、ほんとに。なんか若干な操作がおぼつかないな。さあ、ワンコ。うそー、まだ来ない。今回おっせえなー。まあ、5から7までの間だからね。まあ、電源入れちゃおうかな。ボックスあるじゃん、そこに。でも、1911は改造したい気持ち悪いのに残しとこう。うわ、すげえ。まさかやばい。あー、またイラモン来た。マックスアモン、これマックスアモン。痛い、死ぬ。ほい、危ない。回復しなかったら死んでたな。 M16 買っちゃおうか。あー、危ない。もうこれでいいや。はい、ダブルコア。痛い。走るな。入れちゃおうかな、もう。なんか出た。お、いいね。何に M16 万能武器ですよ。手に入れちゃおっかな。よーし、買うぞ。ジャガの。あ、自然これも買っとくか。ボーイナイフなんだっけ、何ラウンドだっけ、十数ラウンドまで一撃あったから確か。さあ来るぞ。7では絶対来るんでね。5から7までないから絶対来るから、ね、そう。ちょっと今回長期戦になりそうなんで、まあ、カットを大量に挟みつつねやっていきたいと思うんですよ、後半の方はね。まあ、とりあえず改造するまではね、まあ、しばらくまあ見ていていただこうかと。で、改造した後はまあなんか5ラウンドごととかなんか表示していくスタイルでいこうかな。全部ずっと流したらね、ノーカットいったら何時間かかるのって感じですけどね。よし、とりあえず次はあれだな、改造をするためか、改造するかスピードコラ買うか、どっちかですね。しばらくは M16 で持つんでね。さあ、まあ、トレイン場所ここですね、劇場。ここが一番安定しますよ、BO の機能では。まあ、初期部屋とかね、外でも回れんことはないですけど、まあ、一番ここが広いし、安定はしてるね。やばい、いかん、危ねえし。
電源入れるとね、このガスがね、クローラーってこいつが湧いてくるんで、おインスタキルじゃないか。あ、これあるじゃん、ボーイナイフあるからいらないじゃん、インスタです。やばい、痛い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 、ちょっと待って、ぐるっと回ろう。おい、でクローラーは格闘で殺せばガス吐かないんで、うわ、危ない危ない危ない、順番だよ、並んで順番抜かしダメ、君たちマナー守りなさい。はい、よいしょ、ほら、はい、ほら、はい、よいしょ、はい、オッケー。今のところはボーイナイフでも全然いけんな。先に改造しといた方がいいかな。マサガサリそこまで必要かって言われるとそうでもないからね。もう湧いてきてる。なんか映画館らしいよ、ここは。木のレア当店は。あー危ない。劇場とか言われてるから。ね、このスクリーン。劇場っていうか、なんかあれかな。危ない危ない危ない。ゆっくりゆっくり。ボーイナイフ振るの若干遅いから。順番に来てくれ。よし。おい。あ、よいしょ。あ、よいしょ。よいしょ、はいよ。現状だけ言ったらあれだな、ずっとインスタキルみたいな感じになってるからいいな。ボーイナイフね、でも全然もうすぐ効かなくなってくるんで。10ラウンドぐらいだっけ、11ラウンドまでだっけ、一撃わかんねえな。 BO2 はね、ガルバナックルっていう上位のね、これのボーイナイフの上位の格闘が存在するんで、あれ何なんだろう、20数ラウンドぐらいの一撃で殺せるんですけどね、ボーイは弱いんでね、その強くないんで、そこまでね、過信してね、こいつで戦ってるとね、即死します。はい、オッケー。1万3000ポイントが、そろそろ改造行ってもいいレベルだけど。でも10ラウンドで改造ちょっと早いかな。でもマスタンガンのサリー作んないと、1911なんて必要ないからな、ノーマルのやつ。ポイント稼ぎ程度にしかならないからね、こんなの。おい。まだトレインする必要はないかな、このラウンドと。おー、いいね、順番順番。あー、いて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 、これナイフじゃなくてもいいけど。あー、いた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 。おー、ニュークかー、やっぱこれがあるからやっぱナイフは危ねー。ほら、回っちゃったよ。多分そろそろボーイナイフが一撃じゃなくて、何、ツーキルっていうか、まあ二振りになってくるんじゃない。1911と組み合わせて頑張ってみるから。あ、一撃でまだ死ぬね。あー、死ななくなってる。これでダメージ与えて、あー、やばいな、もう効かないな。やっぱ10ラウンドまでか。11から効かなくなるか。早くもトレインが始まってるぞ。痛い痛い痛い、やめなさいやめなさい。次のラウンド改造行こうかな。もうポイントが、ついにボーイナイフが必要になった。いや、いて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 、おお、痛い痛い痛い、やめんかい。とりあえずクローラーを優先して殺していかないとね、きついぞ。危ない。おお。
わー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 、よいしょ。どう、まだ残ってる？いるね。ほい、クローラーは若干体力少ないのかな、ゾンビは。あー、そう、クローラーは一撃かな、ゾンビは一撃死なないな。よし、行こうか。まあ、犬かー、なんで俺こんな時に。まあいいや、しまったなー。ほら、全く意味のないやつをやるっていうね。どこ行ったあいつら。下か、いる？見えねえ、こっからじゃ。まあ M16 はまだ改造いいかな。なんかある？あ、フィルム撮った。あ、いよ、ワンちゃんおいでー。よし、マックスアンモじゃない、なんだっけあれ、スピードコーラか。今こうスピードコーラいるわ。ミュールキークもあるし、うん、今回ミュール使ってみようかな。どうしよう、ダブルタップがあんま必要ない気がするんだよな。でもとりあえずまあ必須はこの3つですね。あはーい。というわけで、21まで行きましたよ。まあ、ここまではすんなり来ましたね、やっぱり。そこまでボックスも買ってないですし。一応、マスタンガンサリーと AUG だけで、なんとか来てます。リッグトップ、レイオフ、ザ・サワークラウト、マン！実際、ここぐる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 回って攻撃するだけだからね、後ろ。フォイルがちょっとでかい気がするな。ぐるーっとね、ちょっとまずい、ね、危なそうになったらマスタンガンサリー前のやつで駆除して、まあ、ぐるっと回るという感じですかね。とりあえずマスタンガンサリーでまあしばらく敵集めて、あとで AUG で片付けるって感じかな、今のところの方法としては。よし、邪魔だな。おいおい、危ない危ない危ない、引っかかる。うわー、終わるとこだった、危ねえ。んー、もう溜まったんじゃないかな、結構一列に集めて AUG でね、こうして、あんま一気に倒すときのまた湧いてくるのでね、そこら辺も注意しながらやってます。ほら、えら、なんかアイドルのおかげみたいになってる。一番面倒くさいのはこの下、この張ってるクローラーが一番面倒くさい。うわっ、ね、列からあぶれるんだよね。だんだん湧いてくる数が増えてきてるんですか、ね、やばい。今んとこダブルタップはいらないかな。ついに弾が切れそう。切れたー。さっきマクサム2回ぐらい出てくるんだからありがたかった。やっぱダメか。何出た？あ、ボックスだね。ダメージかかりそう。じゃあさ、ない4万ポイントもあるから改造しちゃおう。よし、はいよ、マスターキーつくんですよね、これ改造すると。
No chance, Bone Monkey. 実際マスターガンダルそんな使いたくないですよね。レーガン出るまでのまあ代用なんで。なんかあるかな。よし。来てる来てる。Sunshine every once in a while. 実際マサキそこまで強くないです。はい。Get off of me! はい。というわけで21は超えましたんで、またちょっとカットして、じゃあ次25か6ぐらいまでカットしましょう。はい。25ラウンドです。こんな感じになってまーす。さっき AUG ね、改造したやつね、もうすぐ早急に弾が切れちゃったんで、ね、やめました。レーガン出るまでは、まあしばらくなんかちょっと使えそうな武器を使い回してるしかないですね。まあポイントはね、いっぱいあるので、まあ改造してね、通常武器の弾だったらなくなったら改造して、改造武器の弾だったら、まあ次の方が出たらなんか、ファイアーセールかな。取る危ないけどなぁ。まあ一応取ってもいいけど。この音楽あれでしょ、このファイアセールの音楽。俺の携帯の着信音これなんだ。何言った、あ、コマンドか。やっぱ欲しい気もする。ガリルのがなんか使えそうだな、いいや。この音楽ね、俺の携帯の着信音なんですよ。これで俺がどんだけゾンビが好きかっていうのを分かってくれたかな。よっ。だんだん通常武器が死ななくなってきたな。何 AUG まだ。とりあえず30ラウンドぐらいまでにはレーガンと、あ、なんだっけ、あのサンダーガンが欲しいので、よいしょ。こうやってぐるぐる回ってるだけなんでね、とりあえず。同じラウンドね、変わっても同じことしかやってないのでね、飽きるってね、見せてもね、つまんなくなっちゃうので、まあカットカットしてね、いきますよ。全然死なねえ、もうほら全然死なない、ほら25ラウンドでこんなに硬いんだ。危ない危ない。いやー、改造、これ改造いくか。改造ポイントはいっぱいあるよ。はい、これ自分の姿、あのスクリーンに映されてるんだ。ほらほらほら、はい、スクリーンにほら映ってる、俺の姿が、ほら。おい、どこにカメラがあるんだろうな。これか、これだな、これ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 だな、これ、ほら、これがあれに映ってるのか。何かあるか、たまにここになんかあるんですよね。あのインスタとかマックスアモとかニュークとか。さあ、こっから来ると思うよ、いっぱい。あ、来た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 。危ない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 。つむ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 。すげえ、珍しくサイトがまともなのが出たな。たまにこれなんかサイトのこの真ん中のやつ変なやつ。危ない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 。うわー、ほい、焚き火はでもこうってね、ぐるぐる回れるんです。若干危ないですけどね、これ奪い落としないと詰むんで、ね、痛い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 。焚き火はでも回れるけど、複数人数やってる時はね、劇場2人、初期部屋1人、あと外1人ぐらいでいけるかな。でも俺がね、いつもね、マルチでやるときは外でやってるんですよね。まあね、他のフレンドの方に劇場を任せて、俺はね、外でね、ぐるぐる回る。たまに初期部屋で回ったりしますけどね。マルチでやるとき、俺基本ね、劇場は回らないので。
よいしょ、どこ入った。ほら25ラウンド。つうわけでまあカットして次30ラウンドまで飛ばしましょうか。それではカット。出たレイガン、出た出た出た。I got the ray gun. Awesome. はい、じゃあ30までカットします。はい、30ラウンドまで行きました。いやーちょっと疲れた疲れてきた。いやー結構ね、まあ、25を超えるとねなかなかラウンドが進まなくなってくるので、ちょっとね長かったですね。25から30は一応サンダーガンとレイガンは出したので、まあ35、40ぐらいまではまあいけそうですね。この装備があればサンダーガンはゼウスキャノンに後で改造するので、あのボックス何回回したかな、多分50回はいかないかな、さすがに40回ぐらい回したかな。回してねやっと出たんです、サンダーガン。レイガンはねさっきパッと出たんですけどね、サンダーガンがなかなか出なくてね。40ラウンド超えてくると、で40ラウンド付近になってくるとだいたいレイガンすら効かなくなってくるので、ゾンビがもうサンダーガンしかないっていう、ね、戦うあれが、まあ、こうやって集めてこれですよ。改造武器もだんだん、もう改造武器すら効かなくなってきてるから危ない。ここは一番積みやすいから、痛い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 。まだ1回もダウンしてませんね、珍しく。ダウンしそうになったことならいっぱいあったんですけど、ダウンしたことしてないですね、珍しく。サンダーガンで一気に蹴散らす方法もあるんですけどね、ポイントもはっきり言って今は必要ないですしね。4万ポイントもある。たとえ今死んだとしても、またジャガーノグとスピードコーラ買い替えてるんでね、もう一回買い直すぐらいのポイントがある。ない。よいしょ。あとは時間と根気との対決ですね。もう。ほら。まだまだ湧いてきますよ、この状態だと。じゃあもう一回集めようか。ゾンビよりもクローラーのがやっといいのよ。ゾンビ下打ちながら、下向きながら撃たないからね。駆除が大変っすね。いやーもう今日は根気との対決だけど、もうさすがにね、じゃあ50までいったらもうやめていい？あー50までいかないと思いますけど、まあ50、まあ仮に50いったとしたら50でやめていいですよね。まあ40からは弾のあれですよ、弾とマックスアモードが出てくるか出てこないかによってだいぶねラウンドの進みがね早くなるか早くないか決まってくるので、まあそこに M16 あるんで、そこに風向きで M16 の改造をして、ね、回るっていう方法で40や50ぐらいになってきますけど、多分50いったらもう朝だよ、もう完全に朝になるよ。50ラウンド下着いくとしてはやばいだろ。湧いてきてやらせて、最終集最終集分かる。とりあえず集合させないとみんな一回ちょっと、まあレイガンに持ち帰って前から来る危なそうなのを、まあ、撃つだけでまくって集めるっていうね、これの繰り返し、集めて殺すの繰り返し。まあ30ラウンドぐらいまでが一番面白いと思いますよ、ゾンビは。そっからもう完全に作業化するんでね、さすがにもう湧いてこねえか。これラストの集団かな、多分。危ない。だんだん改造ぶりですが弾がなくなってくるっていうパターン。次
とか次次の次の次ぐらいに多分ワンちゃん来てくれるんで、ここで補給しましょうか。はーい、30行きました。じゃあ次35ラウンドでお会いしましょう。それではカット。いやー、35ラウンドまで行きました。今後ろこういうことになってますけど、あのですね、これ一応 M16 の改造持ってるんですけど、見せてあげよう。ほら見ろ、死なないでしょ。ほらもうこういうのになってくるんですよ、これ。ほらもうすごいっすよ、ね、これ全然もう。ほらなのでもう35とかになってくると、これなかなか死なないので、もうとりあえずトレインして、こうって後ろにずっと打ち続けるか、ゼウスキャノンでまあ蹴散らすか、どっちかですね。まあ、まあこんな感じですよ。はい、というわけでね、まあ、全部見せるとすごいねことになりそうなので、まあ35は35でのまあ戦い方はこんな感じで、集めてまあこうちまちまとやっていくかでね、前来たやつはね、こう足を潰すっていうね、レイガン。レイガン潰しちゃえば動きが届くなるので、まあなんとかなります。でまあ集まったら、さっきのまあ M16 の改造のスカルクラッシャーってやつか、あれね、そのサンダーガンで蹴散らすかのどっちか、まあそれの繰り返し。まあ35はまだレイガンとかが効くからまだいいが、じゃあまあ同じことの繰り返しなんで、もう30をここまでにしといて、じゃあ次まあ40ラウンドまでカットします。はい、そのテンション低くて申し訳ないんですけども、40ラウンドいきました。何時間かかったでしょうか。まあ現状をね説明したいと思うんですけど、とりあえずまずですね、改造武器、M16 の改造武器、まずこれじゃあ全然、まあ殺すのが相当、いつって殺すのでも相当時間かかるので、まあ、ほぼとんどもポイント稼ぎ程度にしか使ってないですね。でレイガンの X2 でもゾンビ一体倒すのに4発ぐらいダメージ打たないと死なないので、足をとりあえず切断していただいてですね、まあ、ちょっと這いずりになっていただくっていう感じで、まあ、ある程度集めてからゼウスキャノンで処理という感じで、ゼウスキャノンだとまあ死ぬんでね、一発で。でレイガンの弾もそろそろなくなってきてるっていうね。でも今回はね、なんか知らんけど、なんか結構マックスアーモが出てきてくれるので、もうでもやばいな、これまずいな。たまにこうやって逆走したりしてね、遊んでますけど、危ない危ない。とりあえず走るゾンビは邪魔なので、とりあえずこれですね、足を切断。とりあえずああいうのは足を切断してちょっと放置しとくっていう感じですね。これなかなか死なねえな、なかなか死なねえっていうか、なかなか足しぎれえな。40なんですけど、もうね体力的に限界に来まして、申し訳ないんですけど、ちょっと やめたいっていうか、いやーでもね、一回もダウンしてませんで、なんかこれもうすぐ2000キルとかいっちゃうよ。やってることが単調だからね、すごい眠くなるんですよ、これ。もうなんか工場の流れ作業みたいなね、ああいう感じなんだよね。ぐるぐる回って足切断して集めたら処理っていう感じなんだよね。まずいです。で、40だとこれ使ってもいいよね、別に。これはもう即死ダメージ入るので、ね、これでね、ある程度集めたやつをこれで処理っていう感じでいいですね。で、抽出の後ろからこういうのが来るので、足切断してあげる。危ない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 。こうやってね、あ、後ろ注意してくださいね。こういうの使っても大して意味ないからな。ここ危ないからちょっと出る。まあね、もうこれしかないからね。40からはね、もうこういうトラップに頼る、トラップとゼウスに頼るしかないんでね。こうあれですよ、なんですか、
そのないマップね、これから毎週やっていくつもりの。次5がね、ウィンターハウルとかいうよくわかんないなんか武器が出てくるんで、あれはねほとんど使い物になんないので、ちょっと辛いですね40は。あと狭いんでね5は。で2週間後にやる予定のアセンションはね、サンダーガンはね出てくるんですけど、あのパークがね複数個所持ね、理由上ね、あの諸事情で持てないっていうね、そうでは、まあ、持てることは持てるんですけどね、すぐ消えちゃうので、ちょっとアセンションだとジャガーノグ一つ持った状態のやつが続くんで、40いけるかなって感じですね。次のコールオブザデッドはまあなんとかなりそうな気もしますね。で次そのコールオブザデッドの次のシャングリラ、ちょっと30ですら厳しいかな。ない、これはもう霊がたまないよ。運命してないでしょ、排水なのにあれです。でまあこれ買ってですね、これ排水でこれですから。多分あれがラストなんじゃないかな。というわけでですね、まあ今回はちょっと40でご勘弁くださいまし、またねいつかね昨日50ラウンド目指すとかねやってみたいですけどね、ちょっと朝からね始めたい。そうです、朝って昼間から始めたい。これね撮り始めたんがね今 1時ぐらいかな、1時ぐらい、1時半とか1時ぐらいなんですけど、今現在時刻は4時半なんで、もうねもう3時間4時間ぐらいもゾンビやってるっていう状態ですね。もう私のテンションもどんどん下がってくるっていう。というわけでね、まあ、今回は多分ね今4時半なんで、多分ね朝のね7時とか8時まで多分これを継続すれば50ラウンドぐらいまでいけてるんじゃないかなと思います。まあね、一回もダウンしなかったんでよかったですね。昨日はね非常にね私がねあのまあねいつもねあのだ何低ラウンドでダウンねしてる私でもねこう40ラウンドが簡単にいけるのでね、非常におすすめです。まあ初心者の方もこのマップで一回トレーニングしてみてはって、あいた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 、トレーニングしてみてはって感じです。はい、それでははい、というわけでまた次回は来週は5というゾンビマップやるんで、よろしくお願いします。また次回でお会いしましょう。さよなら。